皆さんこんにちは。今日はですね、命の話をしようと思います。私はですね、5歳の頃に小さな金魚を縁日で救ってきて飼っていました。でも水槽に入れて3日後にこの金魚は死んでしまったんですね。で、僕はすごく悲しくて泣いてお墓を作って埋めてあげたのを今でも覚えています。その他にも庭にいた小さなバッタや蝶や、それらを食べるカマキリ、それ以外にも、カメですとか熱帯魚とかハムスターとか、そういう小動物をたくさん飼って、でもいろんな世話の不注意で死んでしまう、殺してしまうという経験をいっぱいしました。命っていうのは不思議なもので、足し算も引き算も掛け算も割り算もできないんです。こういう小さな命に触れること、特に小学生中学生の頃に触れたことによって、僕は命っていうものに差がないっていうことを知りました。これは僕が昨日食べた弁当ですね。で、この中にはもちろんいろんな食べ物があるわけですけれども、それも実は元は生き物、すべて命を持っていたものです。例えば牛の命、豚の命、鳥の命、さらに、卵の命、さらには野菜、芋の命、豆の命、米の命、いろんな命で成り立っています。僕はこれらの命を殺して食べました。食べるっていうのは殺すことなんですね。命を殺すことなんですけれども、それによって私たちの命が生かされるんです。命の残酷で尊い仕組みが私たちの体を支えてくれています。じゃあこれだけの命を食べている私たち人間って一体どういう生き物なんでしょう。過去100年ぐらいの間に人類の人口は20億人から70億人にまで増加しました。これから30年後、例えば2045年ぐらい、皆さんがもう大人になっている頃ですけれども、その頃には90億人になろうとしています。これだけの多くの人間の命を支える食べ物の命、それはどこから来るんでしょう。農業ですね。今の農業っていうのは一種類の、例えば小麦とかトウモロコシ、そういった作物をですね、大規模に作るっていうことをします。これは農場、アメリカとかにある大規模な農場を上から見た写真なんですけれども、戻ってください。耕して肥料をやって薬をあげます。そうすることによって、もともとあった例えば森とかですね、草原、そういった自然の破壊して景色も変えてしまって、そして人間にとって必要な食べ物だけを作る、それが今の農業です。この図の中で、世界地図の中で色が濃くなっている部分っていうのが、実はこういう農業によって景色が変わってしまったところ、自然が破壊されているところです。そしてこの色の濃いところだけでなく、そこから離れた熱帯雨林ですとか他の自然環境も今危機に瀕しようとしています。人間の命を支える食べ物の作るための農業が今地球の命を奪おうとしています。生態系という言葉を聞いたことがあるでしょうか。もともと森の中で植物がお互いに助け合ったり喧嘩したり、さらに動物が食べたり食べられたり、複雑にもつれ合って成り立っている、それが自然の仕組み、これを生態系と言います。海の中もそうです。海の中でも魚やサンゴやプランクトンや海藻が生態系を築いています。それはちょうどこういうふうに積み上がった積み木、これはジェンガですけれども、こういうものに非常に似ています。さあ、ここから人間の必要な食べ物をどんどん取り出していきましょう。
人間が住むには家を建てなければいけませんから、家を建てるにはそこにあった自然を壊さなければいけません。さらに家の中に虫が入ってきたら困るから、それを殺さなければいけない。あとは家庭から出る排水、いろんな水をですね、川に流すと川や海を汚しますね。そうするとそこにある生態系を変えてしまうわけです。それ以外にも道を作らなければいけません。ところが道を作るとそこに住んでいた生き物たちの住処が分断されて、生き物が住めなくなってしまいます。それ以外にも車を走らせればガソリン使いますから、二酸化炭素が出て、それが例えば遠く離れた北極の氷を温暖化によって溶かして、そこにいる生き物が住めなくなったりというふうにします。このようにどんどん人間活動を続けていくと、どんどん生態系の積み木のピースが抜けていってしまうんですね。ところがまだ立ってますよね。どんどん抜いているのに一向に崩れる気配がない。もしかしたら自然ってすごい丈夫だから、人間が好き放題やってもいくらでも取れるんじゃないかって思っちゃうんです。実際過去100年ぐらいはそう思ってました。まだいける、だいぶ人間増えてきて、だいぶ崩れそうなんだけど、まだいける、まだいける。あ、今ちょっとグラッといったの分かりますね。ちょっと危なかった、今下の方抜いたからちょっとグラッといっちゃったのかもしれない。そーっと抜いてみましょう。あ、大丈夫だった。そろそろ危ないかな。まあでも中間あたりだったら抜いても大丈夫そうですよね。ね、抜いちゃいましょう。あ、崩れちゃいました。ええ、生き物たちが協力して組み上げたこの生態系という積み木、一度崩れてしまうと元に戻すの大変なんですよ。元の形がないんで、試しに積んでみましょうかね。こうやって適当にあるもので積んでいったとしてもすぐ壊れちゃいますね。ちょっとうまくこうバランスを取ろうとか考えてもですね、なかなかうまくいかない。もともと支え合わせた仕組みっていうのがなくなったから非常に脆くなってるんです。で、ここで非常に似ているのが、農業によって耕して表面にある森とか草原を全部剥ぎ取ってしまった、こういう状態です。せっかくなんでここにトウモロコシの種をまいてみましょう。そして邪魔なものをどんどんどかしていきましょう。トウモロコシ一種だけにしましょうね。はい、そうするとトウモロコシだけの畑ができました。これが今の大規模な農業がやっていることです。もともとあった森を全部崩して、いわば砂漠のような状態にして、そして一種類だけ、例えばトウモロコシだけを作る。その方がお金になるからですね。ここで悪いのは誰だろうってちょっと考えてほしいんですけれども、最後のピースを抜いた人なのか、途中のピース抜いた人が全部悪いのか、難しい問題なんですね。それぞれの人は人間に必要なものを取り出すために、食べ物の命を得るためにピースを抜いてるわけです。でもそれが全体として見ると間違ってしまう。これはぜひ皆さんに、答えは言いませんから今後ともぜひじっくり考えてほしい問題です。このように生態系の積み木のピースから命を抜いていく、これを生殺与奪と言います。命を生かし、殺し、与え、奪う、それを人間が選択していくこと、それが生殺与奪です。我々が生きていくのに食べ物の命っていうのは絶対必要なので、生殺与奪は避けて通ることはできません。でもこれを間違えると、他の生き物の命どころか人間の命、さらには地球の命までダメにしてしまいかねない。だからうまく生態系の仕組みを知って、それに矛盾しないやり方でやる必要があります。
協力して生きる、共に共生して生きる、そのために共生農法というものを研究しています。これが共生農法の畑です。共生農法では普通の農業のように自然を破壊した上で1種類だけの作物を作るということはしません。この畑の中には200種類以上の野菜、果物、山菜、薬草、それ以外にもスーパーで見かけないような珍しい植物がたくさんひしめいています。生態系の積み木を壊してしまうような耕したり肥料をあげたり薬をあげるということはしません。すべて生き物たちの力でこの生態系の積み木を積み上げていく、それが共生農法です。もう少し寄ってみますね。これはだいたい4平方メートル、畳でいうと2枚分ぐらいです。この中に大きい野菜だけでも10種類以上の野菜がひしめいています。白菜、ごぼう、小松菜、キャベツ、カリフラワー、ナス、ニラ、チンゲンサイ、人参、ジャガイモ、大根、春菊、紫キャベツ、こういったものがいつも収穫できる状態。そして収穫して穴が開いたらそこに種をまいたり苗を植えたりして、抜いた積み木のピースを必ず元に別のピースで埋めていくということをします。この共生農園ではいろいろな植物の楽園になっていると同時に、付近に住んでいるいろいろな動物たちの住処になっています。そしてそれらがすべて人間の食べ物を支えてくれています。命を奪ったら奪った以上にきちんと返す、与えるということ、そうしなければ生態系の積み木は崩れてしまいます。はい、この共生農園にはいろんな虫たちがやってきます。これは共生農園にやってきた蝶ですね。蝶々70種類ぐらいの蝶がやってきました。普通の畑にはこんなにたくさんの蝶は来ません。他にも自然の中で見つけるのも難しいような珍しい種類の虫たちがやってきたり、普通農業では害虫として嫌われるイモムシたちも害虫になることなく、数は少ないんですけれども非常に健全に育っています。他にも色とりどりの野花が花を咲かせます。でもこんだけいろんな種類がたくさん変化したり協力したり食べたり食べられたりしているこの共生農法、難しそうですよね。どの植物がどの植物と協力して、その上でどの動物がそれを食べて、さらにどの動物がその動物を食べるのか、こういう生態系の積み木を組み合わせていくのには、そういうことを深く広く考えないといけません。でも実はこういう複雑なことを我々は実は使いこなしてるんですね。それが例えばインターネットです。皆さんが毎日使っているインターネット、これはインターネットのホームページの間のつながりをネットワークというもので表したものなんですけれども、実はこういう企業や団体、個人がやっているホームページのネットワーク、そういったものをまとめてエコシステム、生態系というふうに呼んだりもします。そして実はこのインターネットの仕組みというのは実際の自然界の生態系の生き物たちの関係に非常に似ているんですね。では生態系の中の情報をこのようにインターネットで利用できるような形に表現したらどうでしょう。実はそういう試みはすでに始まっています。例えば生態学や環境学というものが作っているデータベースというものがインターネット上にはたくさんあります。ですからもし皆さんが共生農法をやろうと思ったら、そういった情報を参考にして生態系の積み木を積み上げていくことができるんです。午後のワークショップで共生農法のゲームをしましょう。そして共生農法というのは、例えば皆さんの家の庭や校庭の片隅や地域の空き地のような小さなスペースでも行うことができます。そしてその実践結果をぜひ今度は皆さんが発信してほしいんです。すでにいろんな個人、団体、NPO、企業がそのような生態系に関する情報を発信しています。ホームページ、ブログ、写真、いろいろな手段があります。そして素晴らしいことに生き物というのは国境が関係ないんですね。ですから
皆さんが皆さんの町や畑で記録した生き物が、同じ生き物が住んでいる他の国、地域の人たちにとって役に立つんです。国境も性別も年齢も関係ありません。むしろ小学生、中学生、子どもたちの方が大人たちにない観察力を持って自然を観察できます。ぜひそういった情報をみんなで集めて、みんなで共有して、生態系の積み木をどう埋めていったらいいのかを考えましょう。そしてそれをもっと大きな農業を変えていく大きな力にしましょう。そうすれば、奪いすぎてしまった地球の命の穴埋めはまだ間に合うと私は思います。世界にはいろいろな生態系があります。陸上だけでも砂漠、草原、やぶ、森林、他にも海の中、川の中、それぞれいろいろな命を育んでいます。それをまとめて生物多様性と言います。そして実は我々人間だけがこの多様な環境の間を自由に貫いて、すべての生き物たちと交流することができるんです。他の生き物たちはそれぞれ与えられた環境の中でしか生きていくことができません。この人間の軸というものが生態系の積み木を管理していく重心軸になると私は考えています。だから生態系の積み木を管理していく、特に人間が培ってきた技術を使って管理していくというのが人間の責任だと私は思います。はい、ぜひ食べ物を口にするたびにその命のことを考えてください。自分を生かしてくれる命、さらに他の命、生き物すべての命、地球の命について考えてください。ありがとうございました。